こんにちは。時計、メガネ、アクセサリーのリコードでございます。今日はですね、オリエントスター自動巻き腕時計のレトログラード機構についてご説明したいと思います。今日もですね、室蘭地方は非常に暑いです。表の気温を多分30度を超えてるんじゃないかなと思うんですけどね。このレトログラード機構ってこれちょっと私の愛用している時計なんですけど、カレンダーがですね、例えばちょっと拡大しますね。例えば、これは現在時間なんですけど、これこう針進んでいきますよね。例えばこういうふうにね、進んでいくと、ちょうど今これが曜日になってるんですよね。ちょっとわかります？これが今サンデーですね、日曜日になってて、ちょっとこうね、合ってませんけど、そしてこれが日付なんですよ、この左上のこの針ですね。そしてこれが曜日ですね。これがですね、こうずっと時間進んでいくと、これが今日曜日から、ここが月曜日なんですよ。これがこのパッとこうね、こういうカレンダーの表示するんですよ。そしてこれが曜日でございますね。ちょっと今合ってませんけど、こういう機構なんですよ。これ非常に画期的な機構でありましてね。あとこの一番上がパワーリザーブって言いまして、巻き上げ残量がこう分かるようになるんですよね。一番こう端っこでこう、手でも巻けますので、当然自動巻きですから、裏はこういうふうにローター入ってまして、これスケルトンになってましてね。でこれも巻き上がると、この表示がだんだん上がっていくわけですね。ちょっと巻き上げていくと、ちょっとお分かりになりますか。こうだんだん上がっていきますよね。そして最高で40時間、でこれいっぱいになると、あと自動巻きで、あと空回りみたいな感じで、こう全部満杯にこう任さってるっていう状態でございますね。一応これがね、カタログなんですけど、こういう機械、大体同じような機械使ってると思うんですけどね。上が、これがあれですね、パワーリザーブ、インジケーターですね、40時間までの表示であってまして。で、これが曜日、で、これが日付ですね。こういうタイプなんですよ。これはチタンかなんか使ってるんですね、これね。こういういろんな種類またございます、これね。非常にですね、機械時計では結構お値段も手頃で、結構あれですよ、高級感ありますよ。非常に値段以上に見える時計っていうかね。これ水性だったらものすごい値段するんですよね。そういうオリエント時計のこういう特徴を生かしたこうタイプでございます。こういう特にこう自動巻きタイプを非常に力入れてますんでね。ぜひただクォーツと比べるとね、その時間の精度はそれが良さなんでしょうけど、そういう面ではちょっと初めてこう自動巻き使う方はちょっと戸惑う場合あるかもしれませんけど、それが自動巻きの良さでありましてですね、それをちょっと理解しない方は、ちょっとできない方はあんまりお勧めしないですね。そしたらもうソーラー電波とかそういう正確な時計お持ちになった方がよろしいかと思います。これ本当に時計好きな方ですね。そういう方にはぜひこの自動巻きのこういうね、レトログラードが本当によろしいかと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。